戸和田市現代美術館とは、青森県戸和田市が推進するアートによる、まちづくりプロジェクト、アーツ戸和田の拠点施設として2008年4月26日に開館した現代美術館。戸和田市館長街通りに位置する。一つの作品に対して、独立した一つの展示室が与えられ、これらをガラスの通路でつなぐという構成により、美術館自体が一つの街のように見える外観を、 作り出しており、来館者は街の中を巡るように個々の展示室を巡り、作品を見ることができるというユニークなものとなっている。また、一部の展示室には大きなガラスの開口が設けられ、アート作品が街に対して展示されているかのような開放的な空間構成を持ち、街づくりプロジェクトの拠点施設として作られた特徴ある美術館となっている。 人口約6万6千人のと和田市において、開館後わずか4日で入館者1万人を突破し、開館から6年目の2014年8月には、累計100万人の入館者数を突破した。2012年4月より、運営企画に指定管理者制度を導入している。フラワーホースあったと和田市現代美術館には、 現代美術の分野で活躍する国内外のアーティスト33組による38の常設作品が美術館の展示室の中だけでなく敷地内様々な場所に展示されている。これらはこの美術館のために新たに作られたコミッションワークでそのほとんどが大型のインスタレーション作品となっている。常設作品会館記念展として小野陽子入り口展を開催。北原刑事が 選定委員長を務めた設計者、選定プロポーザールにおいて、西沢達恵、アトリエワン、犬久美子、藤本壮介、横溝誠の若手建築家護指を指名。審査の結果、まちづくりプロジェクトの拠点施設として、町とのつながりや屋外への開放的な連続性などを提示しながら、アート作品のための家というコンセプトにて、設計案を提示した。 西沢達江が最優秀となった。建物は常設作品のための展示スペースに加え、中には屋外イベントスペース、企画展示室、市民活動スペース、カフェ、休憩スペースなどから構成されている。事業費の90%以上に相当する22億8400万円は、青森県が抱える6カ所村各燃料、再処理施設や放射性廃棄物管理施設から得られる。 電源散歩を交付金で賄われており、ドアダ氏側も交付金がなければ建設が不可能だったことを認めている。ありがとうございます。